今回は歴史と伝統を感じるえそして今も大変評判のいいこういうレンズを紹介したいと思いますはいどうもこんにちはジェット大輔でございますじゃーんえこちらの方をねメーカーさんよりお借りしましたロキシア 50mmF2 というものですね、えー、カール・ザイスこれ逆さまですね、えー、フードが逆さまについておりました カールツイスのロキシア 50mmF2 というね、標準レンズでございます。はい、それではね、作例をまず1枚ご覧いただきますけどもね、こんな感じで撮れております。後でね、もっともっと作例の方をご覧いただきます。ええー、それではまずね、レンズの外観とかについてご説明いたします。ででーん、ご覧ください。ええー、絞り感、絞りのリングがね、ここについております。 絞りのリングがすっごい手前です。えー、マウントお見せしますとこんな感じですね。マウント部がここなので、もう本当にね、カメラ、カメラボディにひっつけてギリギリのところで絞り操作をする感じです。こうやって覗いて、カメラボディ、本当にカメラボディの近く。なので、絞り感についてはですね、この絞り、 操作しやすいとは言わないね。ど、どっちかっていうと、間違えていろいろ触っちゃう。このあたりかなこのあたりかなと思ってグッと回すとピント変わっちゃう。はい。えー、それからですね。ピントがこれですけどもね。まあ、このヘリコイドはですね。えー、これ腰ナツアイスですか。あのー、まあ、よくできてるヘリコイドですよね。相変わらずね。 相変わらずという方になりますけどもよくできたヘリコイドすごいいい感触あのフォーカスするのが気持ちよくなる感触ですねで、えー、結構繰り出しますねこのピントを調節する時に結構繰り出す量が大きいかなと思いました、えー、それからはいあサイスのキャップですね、えー、52mm 径のフィルター径となっております ここに、ツイスと書いてありますが、52mm 系のフィルター系ですね。あれプラナーと書いてある。プラナー 50F2。プラナーなんですね。あのー、標準レンズでよくあるプラナー。カールツイスプラナー 50mm。安心して使えますね。 カールツアイスプラナー 50mm っていうのはね、何度か、えー、私もいろんなものでね、使ったことあります。もう現に所有してるものもありますけどもね、えー。そういう意味では、あの、ロキシアなんていう名前はついておりますけどもね、プラナーなんだなと。ちょっとおまけ的なことになりますけどもね。あのー、このマウント部分にゴムなんですね、これ。青い部分ゴムなんです。 こういうのよくね、えー、防人防的レンズにね、こういうの施されていたりしますけども、えー、このゴムがあるからといって、このレンズが防的レンズかっていうと、そうではないらしいですね。防的性能はないらしいです。はい、それじゃあね、作例改めましてご覧ください。えー、こういった感じでふんわりと撮れる感じですね。 えー、今回は α7R5 というねソニーのカメラで高画素のカメラで、えー、使ってみておりますけども、えー、綺麗ですねピントの合掌したところはすごい綺麗でね次第にふんわりとふわーっとぼけていく、えー、こちら電球1個50円というのがね、あのー、家の前でガレージセールされてたのをねパッっと撮ってみましたけどもね、まあ、ピント合わせの妙っていうのはありますよね MF レンズです皆さん MF レンズって使いますか 僕はね、マニュアルフォーカスレンズ、えー、たくさん持ってますし、そういうのメインになってますけどもね。んまあ、マニュアルフォーカスだからこういう写りをするっていう言い方して間違いではないと思いますよ。自分の意思で、ここにピントを合わせるんだっていうところに合わせて、ここにはピントを合わせないっていうところには合わせない。そういう使い方ができます。はい。えー、風景撮ったりなんかするとね、やっぱり、 カールツァイス・プラナーということでね、コントラストが高くて色濃い、まあ、本当にね、色乗りが良い、ツ、えー、イスらしい写りをするなと思います。まあそれがね、被写体に、この被写体に合ってるかどうか、それはまた別なんだけどもね。 カメラ側のルック選びですよね。これ、まあ私この作例撮った時に正しくルックを選んでるかというとそうでもないような感じがしますね。あの、色濃くコントラストが高いというサイズの特性を生かした上で、踏まえた上で、えー、こういったレトロなフィルムルック調のものをね、選ぶといいのかなまあソニーで言えば FL。 というねフィルムルックのものがありますけどもね、えー、そういったものを選んだ方が、ね、面白いかなと <laughs> まあ最イズ的なものってねどちらかというとね、あのー、僕はキャノンとかねすごく合うのかなっていう気がするんだけどもね。 こういうソニーの今の現行のフィルムルックと合わせるのも面白いかもしんないね。なだから、あの、京都古い街並みなんかもすごく合うとは思うのよ。えー、まあ例えば逆光で街を映すとかでも、そのフィルムルックとこのサイスの色乗りの兼ね合いでね、面白い効果になってるなというのはありますね。 僕はいつももっと優しい目の、おとなしめのレンズを使う方が好きなんで、やっぱこれ、サイスだとドーンと、あの、色が乗ってきて面白いなと。そこであえて、色が汗たような、そういうルックを使ってるわけですから、何してんだって感じなんだけど <laughs>。え、工場がですね、10枚ばね10枚の絞りばねですね、キレッキレです。 やっぱりね絞り羽、ね、偶数に限りますよね僕は本当そう思います工場出した時にねウニみたいなトゲトゲにならずにねやっぱり偶数枚の絞り羽だとすごくね味わい深いものが演出的にも良いものが取れるなと思いますね、えー、ついでに丸ボケ言っときますとこんな感じでございます後継色かなり出てるかなという気がしますね うん。はい。えー、まあ、MF レンズということでね。皆さん本当にね、MF レンズ、MF って使います特にソニーお使いの方とかね。 えーまあ、僕はね、友達のカメラマンの方とかにね、ソニー買ったのになんで AF 使わないんだって言われたりするんですけどもね。えー、ソニーの55万円のカメラのうちの30万円分ぐらいは AF 性能じゃないかって言われたりしたんですけどもね。まあ、それはそれですよ。いつでも、いつでもピンボケにできる。 何でもかんでももうピント合わせようと思う前から AF が合唱しちゃうこういう世の中なんで自分の意思でピンボケにできるこれこそが大事どこにピント合わせるかねあのー、まあ瞳 AF だ被写体検出だっていう時代だけどもねこれなんか自在にピン送りしてますよねっ あの、ジョイスティックとか使うことがありません。回せばピントが送ることができますから、ジョイスティックでいちいちどっか合わせることがありません。回すだけです。シンプルです。そういうことなんですよね、MF レンズってね。あの、MF レンズなりに、まあ、例えば置きピンなんていうテクニックがありますけども、テクニックとも言わないか、最近は。えー、置きピン。ね。 えー、過ぎ去っていく被写体はねこのようにこのように捉えるなんてこともできますよね。この場合はね被写体が絶対に胴体ブレするからピントすら合わせる必要がなくって、えー、じゃあ背景の方にドンとピントを置いてみた、ね、過ぎ去っていくものブレているもの胴体ブレしているものは別にピント合わせなくていいという考えのもと。 撮っておりますね戦い用っていうのはあるのよ MF なら MF で MF の動き物の撮り方っていうのがあるからね MF の表現の仕方とかね。というわけでですね、えー、今回ねお借りして使ってみましたけどもね α7R5、えー、の標準レンズとしてはすごく、えー、合うんじゃないかなという気がしました。えー、他にもねいろんなレンズを使ってみてみ α7r5、えー、にどんな僕がどんな標準レンズを選ぶかっていうのはね、えー、またねご注目いただきたいなと思います。はい、ということで、えー、今回はロキシア 50mmF2 というレンズでございました。ねーねー